ナイス DTM シンガーソングライターのキックンです。今回はチャンネルストリップについてお話をしたいと思います。チャンネルストリップって皆さんなんとなく名前聞いたことありますよね。だけれどもよく聞くけど何なんだろうっていう方は特に注目してほしいんですけれども、チャンネルストリップというのはですね、皆さんミキサーを想像してください。ミキサーね、まあ、こういうミキサーがあったとして、そのミキサーのこの単一のこのチャンネルを抜き出したものがチャンネルストリップだと思っていただければと思います、ね、この単一のチャンネルを抜き出したもので、このミキサーには様々な機能が備わってますよね、まあ、もちろんそのミキサーにもよりますけれども、まあ、基本的にはねこのプリアンプ、ね、音の増幅器であるプリアンプだったりとか、まあ、EQ ですね、そう音の EQ、 あとコンプレッサーとか、まあ、もちろんねあと音量を調整する部分とかといったものがね詰まったものなんですけれども、今回はこの非常に、見やすくて使いやすい、なおかつ音もプロ仕様の、UAD の LA6176 のチャンネルストリップがこうリリースされましたので、これを元に説明していきたいと思います。ではねまず、うん、なるほどと、そのチャンネル抜き出したものっていうのは分かったけどどうやって使うんだいって言ったところなんですけれども、いわゆるその音をまあ、加工というか、まあ、整えていくものだと思っていただければと思います。基本的には、まあ、EQ とか、まあ、ダイナミックス系であるいわゆるコンプレッサーとかがメインになってくるので、そのあたりだと思ってください。で、この UAD の LA6176 という機種に関しては、いわゆるその有名な、まあ、機種があるんですよね。そのいわゆるもうこれぞっていう王道っていう機種がありまして、例えばコンプレッサーだとこの LA2A っていうものだったりとか、あと1176ね、パワフルなサウンド作りに向いたものだったりとかっていうのがコンプで、これもうここに入っちゃってます。ここに、そして610プリアンプというものがここに内蔵されています。そしてもちろんそこにはねプリアンプなので、まあ、EQ も搭載されているといったところ、まさに複合型の、まあ、チャンネルストリップの、まさに複合型ですから、そうチャンネルストリップは複合型なので複合型のエフェクトだといったところなんですよ。うん、ではね、実際にその音作りをね、どのように行っていくかっていうのを聞いてみましょうか。ね。ではまず音で聞いていくと、オフの状態だと、まあ、こういうドラムの音ですね。今はドラムバスとして、ドラム全体にかけていく例でお見せしていきますね。で、この状態でこれエフェクトをですね、ちょっとかけていくと、どうですか、音のリリース加減とか伸び具合とか全然違いますよね。実はこれかなり優秀な、プリセットがたくさん入っていて、例えばドラム向けにしてもかなりいっぱいあるんですよ。例えば他のに変えて聞いてみると、こういうものだったりとか、こういうのとか、まあ、表情様々ですよね。つまりこれだけ音の表情をまあ整えることができる、変えることができるっていうのがまた一つの売りなんですよね。そう。で、これは普通だったらいわゆるさまざまなエフェクトを組み合わせて作るところ、チャンネルストリップはもう集合体なので、もうこれだけでもうお手軽にパパッと作業もできてしまうっていうメリットがあるといったところなんですね。で、一回デフォルトに戻してですね、聞いていきましょう。で、イメージとしてはですね、この6176に関しては先ほどお伝えしたプリアンプセクションというのがあるので、そちらからまず解説していきます。あとでコンプレッサーはやりますね。で、ここがですね、まず、この原因ですよね。ここでどれぐらい音を突っ込むかというのを決めていきます。もちろんこれは上げていけばいくほど、このエフェクトの色が濃くなると思ってください。でも今音量も上がっちゃってますよね。音量が上がってしまうと当然、音量が上がったことによって音が良くなったように錯覚してしまったりとか、正しい判断ができないことがあるので、まず例えば音量が上がったらその分こっちで下げるっていうことをしましょう。これがレベルのメーターです。レベルのノブです。例えば10にして上がりすぎちゃうからこれを下げていく。で、エフェクトオンの時とオフの時が同じような音量感にしていくと、まあ大体同じぐらいですね。っていうのがこのチャンネルストリップね、使う時に非常に大事なことです。で、そして、このノブですね、インプット部分のこれですね、マイクと ラインってありますよね。このハイ G に関してはアポロっていうのを使った時にユニゾンモード、ね、アポロの、まあ
専用の機械があるんですけれども、その機械を使ったのみに解放される機能なのでここでは言わないですけれども、この LINE、 基本的には LINE にしてれば問題ないです。でこのマイクにするとこれね、周波数の特性2つ選べるようになってるんですけれども、よりこう、なんていうんですかね、真空管の感じが強く出るんですよね。入力がちょっと弱めなマイクとかの、素材をソースにするときにマイクにしてもいいのかなと思いますけれども、まあ、耳で、好みで決めていってください。ちょっと音を聞いてみましょう。っていう感じですね。マイクにしてしまうとドラムバスで使うときにはもう音大きくなりすぎちゃって歪んじゃうので、まあ、注意ですね。まあ、本当に素材によるっていったところですね。そしてあとはね、でっかい、ね、音量を入れたときに、活躍するのがこのパッドですね。パッドスイッチ、もうこれを入れることによってマイナス15デシベル音量をバッて下げてくれたりとか、あと曲線をね変える、インアウトの部分ですね。そして、この 75kHz カット、まあ、これを入れることによって、まあ、低音が、まあ、カットされるといったところですね。そしてですね、ここのハイとロー、これが EQ セクションなんですよ。EQ セクション、これシンプルに言うとこのスイッチがありますよね。 10K とか 4.5 とかこれありますけれども、ここで設定した帯域を上げ下げするかっていうのをここで決めるっていうだけの話。難しく考えないでくださいね。そう、音で聞いてみよう。ほら、下げると当然音がこもりますよね。じゃあ帯域を変えてみよう。こっちで言うとシャリシャリした感じ。っていうぐらい違うわけですね。でもちろんボーカルにかけた時にね、抜けの良い音を作ることもできますよね。じゃあ次にローセクションですね。ローの EQ。上げていきましょう。今これ 100Hz のところ帯域変えていくとこのようにかける帯域によって全然異なりますね。当然ここは EQ セクションなので、ここでねもう音のキャラクターとか特性を決めていくと。でもちろんバイパスもあるので、EQ は使いたくないぞという場合はバイパスにすればこっちの右側のコンプレッサーだけがオンになるっていうこともできますし、あともちろんこのコンプだけをバイパスっていうこともできるので、こちらもね、場合によっては使い分ける。そして真ん中はもうこのプラグイン自体をオフにしちゃうっていうのがスイッチでございます。そう、これが、プリアンプセクションでございます。音の増幅器でございます、うん、で次にこの右側のコンプレッサーですね。これはなんと先ほど説明したようにですね、 LA2A っていうコンプレッサーと、あと1176ね、6176の76の部分に当たるんですけれども、これを切り替えることができると。このスイッチで切り替えるとこのようにほら、こっちだといわゆる LA2A の、機能に切り替わったといったところなんですね。でコンプレッサーの使い方に関しては話すとすごい長くなってしまうので、コンプレッサー使い方専用の動画を見ていただきたいんですけれども、まあ、ここでもねちょっとざっくりと説明していきたいと思います。まずコンプレッサーですね。アタックタイム、ね、これスローとファーストってなってるんですけれども、早くすればするほど、このレシオっていう圧縮値がここであるんですけれども、そこに、まあ、圧縮が始まってからですね到達するまでの速度をアタックで決めることができるんですね。例えばこれ思いっきり、圧縮の比率を高くすると思いっきり音が潰れる状態になるんですけれども、その状態でファーストにするととてつもない速さで音を潰しにかかるので、音がちょっとこもって奥に行ったような音作りがすることができます。でスローにするとその逆ですよね。ゆっくりこう圧縮がかかるといったところですね。そしてリリース、これは圧縮の基準値をよりも音量が下がったときに、この圧縮比率がですね、1対1まで戻るまでのスピードですね。これも早くすると、音がパン、ドン、タンってなった後にすぐにこう圧縮の比率が下がってくれるんですよ。なんですけれども、遅くするとずっと圧縮しっぱなしの状態になっちゃうので、音がなんかね、平坦になったりとか、場合によってはするので、まあこれケースバイケースなんですけれども、あんまり遅くするとドラムとかのね、音が速いタイプの演奏に関しては良くない場合がありますね。まあ、このあたりはコンプレッサーの専用の動画を見てください。ね、
そうすると理解が深まります。そしてインプット、上げれば上げるほどコンプレッサーの色が濃くなります。その分当然音量も上がっちゃうので、その分はこっちで下げましょう。目安としてはですね、ここのメーターを見てください。このメーターのアウトの方にしましょうか。アウト、そうするとアウトプットのメーターが見られるので、 VU メーターで、ここでどれぐらいそのリダクション、音が圧縮されてるかっていうのを見て、その分量だけアウトプットを下げるといいですよね。例えばこう3デシベルぐらいリダクションされてるから、その分上げるとか下げるとかっていうのを判断していくわけですね。まあ、これもあのコンプレッサーの専用の動画を見てください。でちょっとややこしくて分かんないっていう場合は、いわゆるこのインプットでそのコンプレッサーの色の量を濃くす、どれぐらい濃くするかっていうのを決めた後でアウトプットをいじるんですけど、その際にこの一旦全部オフにしちゃってですね、オンにした時と音量差がない状態を目指してください。あんまりないですよね。音量差ほとんどないけど音のキャラ変わってますよねっていう状態がもう目指しましょう。このアウトプットレベルとインプットの使い方に関しては。そしてこのミックスなんですけれども、これはこれ原音、ウェットにするとこのエフェクトの音がマックスになると、真ん中にすると原音とこのエフェクトをかけた音を混ぜることができるんですよ。わざと思いっきり強くかけてですね、こうオールとかにして全部強くかけて、ちょっと弱く混ぜるっていうテクニックもあるんですよ。その原音のナチュラルさを残しながらも、思いっきり圧縮してるこの質感をこうちょっと混ぜるみたいな。みたいな音作りができます。ね、このメーターはインプット側にすると、インプットされてる音の、メーターとして見ることができます。こんな感じですね。全然メーターの振り方がさっきと違いますよね、うん、そして、ね、注目なのがこのモードチェンジですよね。モードチェンジするとこれコンプレッサーの機種が変わりました、LA2A というものに変わりました。これは非常にシンプルで、ここのピークリダクションっていうのをどれぐらいリダクションするかっていうのを決めて、音が音量下がっちゃうんですよね。圧縮するとどうしても下がっちゃう分、こっちで持ち上げるっていう。で、このコンプモードとリミットモードっていうのを、使い分けることができます。リミッターモードなので本当に、音量がガーってこう来すぎたところだけを抑える、動きをしてくれるリミットモードと、コンプレッサーですね、圧縮するコンプレッサーのモード切り替えると。でこれでちょっと LA2A と1176ね、切り替えると、まあ設定でもよりますけど結構キャラ違いますよね。でこれはもう一概には言えないんですけれども、1176系の場合だと結構ね、のぶとい音がする系なので、なんかベースとかドラムとかに向いてるのかなと思いますし、あとこのね、LA2A だと結構ね、温かいウォームな感じをね、こうなだらかに聞かすみたいな印象があるので、例えばその、まあ、ボーカルだったりとかね、あとマスターバスとか、そのあたりにかけるときに、まあ、LA2A 向いてるのかななんて思います。では最後にね、このいくつか、ドラムの、またこのプリセットをいくつか聞いて、いきましょう。さっきのこの説明を踏まえて聞いていくとね、あ、なるほどっていう感じがしやすいと思うので、お楽しみください。例えばこういう、プリセットだったりとか、余韻が違いますよね、全然。タイトなものもありますしね。いかがでしたでしょうかね。これだけもうキャラが違うものを演出できるって考えると、やっぱりこういうの使いたくなっちゃいますよね。
でもちろんね、この UAD のものだけでなくて、各種メーカーからですね、さまざまなチャンネルストリップ出ておりますので、自分の好みのものをね探してみてもらってもいいですし、特にねこの UAD というのは本当に業界定番のもうハイクオリティサウンド、もう聞いてもらっての通りね、素晴らしいアイテムなので、ぜひねまずこれから入ってみたいということであれば、今イントロセールもやっておりますので、ぜひね概要欄にリンク貼っておりますので、そこから購入いただければと思います。これ本当におすすめです。僕のチャンネルでは有料メンバーシップなどでは生放送などもやっておりますし、あとはならではの講座の動画もたくさんあります。ぜひご支援登録いただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録、高評価ボタン、コメントなどで応援いただけたらさらに嬉しいです。ということで今後もお付き合いよろしくお願いいたします。ナイスティーティーのキックでした。ありがとうございました。